星ザメは、ドチザメかに属するサメの一種。日本、朝鮮半島、中国、台湾、ベトナムの沿岸に分布する。ケニアからも報告がある。日本では、北海道以南に分布。体長約1.5メートル。体色は、背側が、灰色、腹側は白色を呈する。背中に、反転模様を持つ。形態は、ドチザメに似る。 沿岸域の砂底底に生息し、主に無脊椎動物、時に魚類を食べる。卵体制で、妊娠期間は10から12ヶ月、産子数は1から22で春に出産する。海岸や船釣りで釣られることがよくある。肉は微味とされ、食用となり、かまぼこや、はんぺんなどの練り物の原料となるほか、刺身でも食べられるがサメ独特のアンボニア臭がある。も、 もちろん、フカヒレとして食べられる。また、古くから漁港として栄えた福岡県宗方市金崎、一帯には独自の食べ方が伝わっている。金崎ではこの地で盛んなフグ漁の際、網にかかる干しメを背開きにして寒風にさらして、干物を作る。この干物は、農サバと呼ばれ、湯通ししてほぐしてから細かく切り、醤油、砂糖、みりん、酒で味をつけて食する。 この料理は食感がコリコリとして数の子に似ていることから限界数の子、金崎カ数の子などと呼ばれる。ありがとうございます。